小泉一馬の小泉ちゃんはい明けまして2017年でございます皆様には健やかな新年をお迎えとこととお喜び申し上げますちょっと口がたどたどしくなってます小泉一馬ですもうね今日、今年いっちゃん最初のね、小泉ちゃんですけれども飛ばしていきたいと思いますいつも通りです えー、あのね、台北森林組合のね、話、ずっとやってるんですけども、台北森林組合で、小泉だけじゃなくて、5人もぶち切れましたっていうお話でございます。これはもうね、皆さん、もうよくご存知のことと思いますけれどもね、本当にね、12月23日、去年のね。 テレビテレて出てたなテレビ出てたなって小泉はね本当に言われまくりましたそのぐらいテレビに出てしまいましたけどね小泉はねあのー、たまたまねこのね台北新任組合のね監査請求を起こしまして代表監査人ということで名前をね名乗らせていただいてるんであのー、本当にね1人だけ目立っちゃってますけれどもだからね他にもね志を同じくして行動を共にしてる方はいらっしゃるんです。 でね、あの名前を出していいんだよねあの安曇野の市の、ね、小林純子議員という、ね、方とそれから高森町の永井雅俊議員とい,いう議員もいらっしゃいますし元木曽村の議員の、えー、星あずささんという方ねそれから、あのー、地方公務員の清宮里香さんという方こういった方々と一緒にね監査請求を起こしました。 これね、あのー、こんなね、記事にもなりましたよ。長野市議だ、監査請求。台北森林組合の補助金不正受給。県が与えた損害だ。県民に与えたしわ寄せだ。しわ寄せ取り戻そう。ということで、小泉一馬ほか、4名ね、計5名が、台北森林組合補正受給向かって,ってね、そのね、最大で6億円。6億円ですよ、6億円。これを、 県の責任ある方々に賠償していただいて損害を回復していただきたい。そういう趣旨の住民監査請求を12月22日にね、暮れにね、提出させていただきました。なんかね、22日はね、俺も知らなかったんだけど、あのー、あれ ?21 日だったかな ?21 日に記者会見やって22日が、 あの監査請求書持ってたんですけどもんかね安倍知事の誕生日の日だったとかすいませんでもね県の信頼回復につながるプレゼントだと思っていただきたいでね我々本当にそう思ってまして、えー、このね監査請求を支援するグループっていうのも2団体ね同時に設立しましたけれども長野県庁信頼回復の会って名乗ってます信頼回復の会 ね、県民の損害被害をね、訴える会じゃないです。県庁の信頼を回復したいんですよ。本当にそう思ってます。で、それにはね、今、6億ですよ、最悪、最悪、最高で6億円の県民被害っていうのを、このまま放っておいてね、いいのか。これでね、県庁の信頼回復なんかできるわけないんですよ。県庁、やっぱり身を切らなきゃ、職員が進んで。 でね、パソコン不正のね、パソコンをね、なんか、賄ドでもらっちゃったみたいなね、事件がね、昔あったんですよね、小泉は現役の時き、土木部の職員がさ、あの業者からパソコンもらっちゃってさ、それで発注してるところか、それであの、の偉い騒ぎになった時は、なんかね、その土木部の中で、寄付を集めてね、じゃあ、被害を回復しようぜっ,つって集めて、それでもね、2000万円ぐらい集めたんですって。でぐらいの 回復のとこ2000万円倍集めたっていうそういううそことがあっったたんんでですすよよ今回もそういうい動きあったんですよ、ねあのー、林務部長がねじゃあ俺そういう会やるから温度取るからちょっと寄付集めようやってやったんだけどさすがに今回はねなんかあまりにもなんかあまりな話なもんでなんで俺たちがそんな寄付しなきゃいけないんだっていうことかどうかわかんないけど集まんなかったらしいんですよね。 でもねあのそれね分かる俺はちゃんとやっている何でそんなことしなきゃいけないんだ分かりますよでねやっぱり信頼回復のためにはその責任ある方にちゃんとやっていただきたいで例えばねあのこの件で950万円自分のなんだえー、お給料じゃなくてあの、まあ、年金じゃなくて何何 退職金ですよ退職金を950万円、ね、返納した元課長さんっていうのはいらっしゃいますでも、ね、その方だけなんですよそういうことやってんので後の課長はねじゃあ停職とかさ減給とかそういう処分にあったのかってあってないんですよ事件中のね課長さんっていうのはその一番最初退職した人だけがいじめられてんの っていうか処分の対象になってあとはなってないんですよ。でなんか会計検査前で「あやべやべ」っつってなんかド,ドバタバとしてこの時の課長さんもなってるけどあの処分の対象になってるけどこの間抜けてんですよね。でその上の北泉地方事務所長もこの間抜けてます処分の対象になってでそう事務部長もそう。でこういった方々ねで下っ端は処分されてるんですよ下っ端。 かおかしいだろうと何で末端だけがねそんな責任取らされなきゃいけないんだと監督責任当然あるけど当然問われるべきですよでそういった方々も含めてだからね25人処分しましたって県庁はえばってるけど25人じゃ収まらない話だと思いますだから倍ぐらいはねいたっておかしくないと思う責任を問われるべき職員がねそうすればね5億円6億円っていう 損害だって、まあね、賄いきれなくはないですよ。県の方々だって、しっかりお給料もらってんだから、1人当たり500万円とか1000万円ぐらいだったらね、負担できますよ。だって、そんだけのことやったと思いますよ。私は、小泉はね。で、そういうことをやったら、県民は、ああ、なるほど、ちゃんと処分すべき人は身も切って処分受けたんだね。処分っていうのはね、そう、人事上の処分を受けたし、損害賠償責任も果たしたんだねってことになりますよ。なと思いますよ。 今、県庁がやってるのはね、あの、人件費削るからね、なんとか多めに見ろとか、それは全然違うんだよね。だって人件費出,す出してるとこだって、税金じゃないですか。我々の負担なんですよ。人件費削るっていうのはね、不祥事があってもなくても、やんなきゃいけないこと、そうでしょ。<laughs> 不祥事やんなかったら人件費のほ図に出してたのかって。 そうじゃねえだろってことですよそんなのね全然ね理屈になってないですきちんとね自分の懐を痛めて県民の納得できる形で県民の支わい数6億円何とかしていただきたいあん今年ね冒頭から消えてますけれども消えてるだけじゃないんです県庁のことを思って言ってます これもね、次回もし会ったとき、こういう風にいや,いや,やったってことを思い出していただきたい。これがなければね、あのときうまくやったような県民の税金で俺たちなんとか逃げ切ったような、今回もそうやればいいんだよ。次回もそうやればいいんだよ。そういう風になっちゃうんですよ。成功体験になっちゃうんですよ。そうさせないためにも、住民監査請求必要でした。 長野県庁しっかりしてください県庁 OB 小泉和真から申し上げます頑張ってくださいね